ここは取手市の小貝川にある岡関です。今年も華やかな花を咲かせました。明治時代に利根川や小貝川がたびたび洪水を起こしましたが、今は小貝川には多くの堰が作られ、川の水を調節しています。岡関のほとりには桜荘という保養センターがあり、ここから岡関を展望できます。堰には半島のように突き出たところがあります。川の水の勢いを弱めるためです。ここにも美しい花が咲きました。5月の連休に小貝川の岡関では鯉のぼりイベントがありました。中之島では鯉のぼりのお腹の中に入ることもできました。今回の地震で中之島へ渡る橋が一部壊れたそうですが、多くの人の力で修理することができ、5月の連休に間に合ったそうです。今年で5回目のイベントということです。夏の岡関です。水を蓄えて水面が大きく広がっています。この水は用水路を経て取手の田んぼに流れていきます。秋になると堰のゲートは開かれ、小貝川の水はそのまま下流に流れていきます。広い砂地が現れます。大型の渡り鳥が時々見かけます。堰は翌年の3月にまた閉じられます。近くには高い城址があり、紅葉が大変綺麗です。1月24日朝目を覚ますと、一面に雪が深く積もっていました。見渡す限り雪の原です。大雪の朝は雲一つなく晴れ上がることが多いものです。堰は春まで開かれたままです。